非常時共産党とは、戦前の非合法政党時代の日本共産党史において、特に1931年初めから翌1932年末までの間、風間城吉らによる指導が行われていた時期の共産党を指す通称、俗称である。なお、この古称は、風間の著書、非常時共産党に由来するもので、現在の日本共産党は公式の名称として、 認めていない。いわゆる、武装共産党が無謀な武装方針と当局の弾圧により一旦壊滅すると、空飛べが入りの風間城基地を中心に、党中央が再建された。中央委員は、風間のほか飯塚光鶴岩田義道、宮川虎を、今野四次郎である。この時期の共産党は、大衆化方針を取ったため、3.15と4.16。 この二大弾圧で受けた打撃からようやく回復し、従来は党の周辺にいた人々を入党させて、この時代は戦前においては最大の統制を誇る時期となった。例えば、資金力は月3円以上乾破してくれる審判が1万人いたので、常に月3万円を集めることができたという。また期間し、赤旗の発行部数も6、7000部に至った。 しかし中央部に警察スパイが潜入して挑発事件を起こし、またコミンテルン32年定ーによる君主制廃止スローガンを参加の合法団体に強制して弾圧を招くなど誤った指導が行われたため、熱海事件による検挙で同は一挙に壊滅した。1930年7月に田中指導部が弾圧で壊滅したのを受け、 モスクワのクートベから労働者出身の活動家、カザマジョが、党再建の密命を帯びて帰国し、彼を中心に、党再建の動きが開始された。1931年1月12日には、カザマラにより、党中央部が再建され、次いで1月25日には、帰還し、赤旗が34号より再刊された。さらにカザマラ指導部は、活動方針として、 コミンテルンの一部メンバーの意見を受け、政治提示草案を作成、1931年4月に赤旗に発表した。当時、コミンテルンとの連絡線を握っていたのは松村のであった。この松村はクートベからの帰国後、転校して警察のスパイとなった人物であり今日ではスパイエムと呼ばれている。1931年2月下旬に、 コミンテルン局東部の密ュが松村に接触し、党の当面の活動費1000円、党代表の上海への派遣旅費100円を置いていった。中央部は、早速コンロを上海に派遣した。コミンテルンはコンロに活動費1500円を与え、党代表として、風間の上海派遣、週1回の報告、スパイ対策の機関を作ることを指令し、活動資金として、 月額2000円を5年7月に遡って支給することを伝えた。早速5月に、風間が上海に行き、コミンテルン局等を代表である太平洋労働組合初期局のイレーヌ,ヌーランに会い、ヌーランから非合法地下技術の改善について具体的指示が与えられた。その中には S は発見次第消すことがあった。風間は、ニ人学校やクートベに人を送ること。 方向としては、日本側が作った31年定税草案の方針で行くことなどを指示され、活動費1500円を支給され帰国した。帰国した、風間らが送った、武田成同士は上海まで行って、危険を察知して帰国している。しかし、中国の国民党と共産党との激しくなった対立の中で、ヌーランが検挙され日本側のアドレスとなっていた。 松本新一も検挙され、一旦コミンテルンとの連絡は切れてしまう。1931年5月、共産党は党の大衆化方針を決定し、8月会議で中央委員会を正式に発足させた。7月には、農民団体全国農民組合の左派が、全国会議派を結成して、独立、共産党の参加団体となり、これに加えて同じく参加団体である。 日本労働組合全国協議会も大衆運動路線で組織を拡大、これらの合法参加団体に支えられて、党組織は次第に拡大していった。赤旗も発行部数が千部に達して1932年4月には活版印刷が開始され、戦前の発行号数通算187号のうち、1、3以上がこの非常時共産党機に発行されている。 1931年9月に満州事変が勃発すると共産党は特に兵士を対象に帝国主義戦争反対の呼びかけを行った。1931年6月、イギリスによるヌーラン逮捕によって上海の太平洋労働組合初期局が摘発されて壊滅して以降、コミンテルンと日本共産党との連絡が途絶し、 東西政の多くを依存していたコミンテルンからの資金供与が不可能になった。コミンテルンからの資金が耐えても、新派のネットワークから資金が集められたので、党活動には、さほどの影響は生じなかった。しかしこの時期においても、警察当局の弾圧は進められており、1931年8月には、関西地方組織、1932年3月には、 参加団体の日本プロレタリア文化連盟に対する大規模な検挙が行われた。これにより、倉原これと、坪井茂次、久保川鶴次郎、中野茂治、宮本ゆり子、村山智義、秋田宇うなど400名に上る検挙者を出した。特に、ゆり子と宮本賢治は結婚したばかりであった。この時に賢治と小林滝次は逮捕されず、そのまま地下に先行した。 この年は次々と大物審判が検挙された。旧大教授風早八十二元老の当初期、長細佐古金光、元兄弟教授川上はじめ、東京正大教授、大塚金之助などが検挙され、松村の下で資金運動をしていた杉野原主日は捕まって440人の資金提供者の名を挙げたという。こうして、 資金網を壊滅させられた結果、党の資金調達を担当する、家屋資金局という部局が大きな権限を持つようになり、その責任者である松村が実質的に党の権力を掌握することになり、彼の指導の下、警察当局を挑発する方針が取られた。党財政の困窮を救うための第一の手段は、金持ちの指定の審判に、家の金を解体闘争させるというものであった。 警察の調査によると、1932年3月から10月の8ヶ月で9万2千円が、党に提供されている。同年7月から、家屋資金局と名称を変えた、非合法活動のための技術部は、いわゆる、戦闘的技術部を作り、強盗、詐欺、強喝、包もたせ、エロ写真など考えられる限りの計画を立て、実際に、女子党員の色仕掛けに引っかかった、 農園経営者から600円を脅し取るなど様々な手段で資金を調達した。そして、密輸業者からピストルを60兆以上購入し、東京白山の不動貯蓄銀行の襲撃を計画した。これは最初実行部隊のゴロツキに逃げられて失敗。二度目は自分たち自身で実行しようとしたが、これも失敗し、その後川崎大百銀行大森支店を襲撃目標に、 設定、1932年10月6日に、大塚優勝、西城義晴、中村隆一など等活動家が、ピストルで行員を脅して3万円を強奪することに、成功した。しかし、ピストル密売のルートから糸をたぐった警察が、彼らの上にいた、今泉義和を逮捕し、大塚をはじめか奥資金局のメンバーを、次々と逮捕していった。 その間にも32年定税を議する党大会の開催準備が進められていた。また、共産党指導部が作成した31年定税の内容は来たる革命を社会主義革命と規定し、老農派の一段階革命論に近いものであったため、コミンテルンからの批判を受け、翌1932年5月には31年定税を否定し、二段階革命論に基づく、 32年テーゼが発表された。党はこのテーゼを金貨玉城のごとく信奉し、天皇制打倒のスローガンを全教などの合法組織に強制するなど、当局に弾圧の口実を与えるような指導が行われた。1932年10月には、上海からコミンテルンのミシスズエこと一が来て、風間に上海に来るように指示した。 その前に大会を開催する必要があった。党大会は、同年10月29日から30日、熱海、クルミ屋で行われることになったが、これはすでに会場を設営した松村から、共産党取締りの中心の警視庁特効課長、毛利はじめに通報されていた。警視庁は、極秘裏に一網打人の検挙体制を作った。 そして1932年10月30日、32年定税による、党の方針を徹底化するため熱海において、全国代表者会議が開かれたが、この会議を警察が吸収、幹部一同が検挙され、同日、風間、今野、岩田らも、それぞれのアジト周辺で、次々に検挙されたため、党中央部は再び、壊滅した。また風間にアジトを提供していた。 司法官補、坂本忠介や、さらに坂本の線から、警察情報を入手し、党に提供していた、尾崎昇東京地裁判事らも検挙され、これは、司法部接下事件として当局に、大きなショックを与えた。なお松村こと、スパイエムも検挙されたが、囲碁表舞台から消えている。この前後の検挙者は1500名を超え、非常時共産党は壊滅したのであった。 熱海事件後の11月、宮河原検挙を免れた中央委員は臨時中央部を組織したが、翌12月の検挙により早くも壊滅した。銀行ギャング事件のニュースは、熱海事件後に解禁されたが、共産党が銀行強盗という犯罪行為に手を染めていたという事実は、大衆に共産党への不信感を与えるとともに、国内の党幹部たちに、 多大な衝撃をもたらす結果となり、翌1933年半ばの佐野学部、鍋山さだちの天候生命に始まる党員の大量天候に道を開くことになった。また党再権の試みはこの後も、山本正美、野呂栄太郎、宮本賢治、袴田里美ら、いわゆる臨時共産党指導部によって進められるが、党中央にスパイが潜入していたことは、 組織内部での相互不信を増幅させ、多数派分派の形成や、共産党スパイサモ門事件の重要な伏線となった。ありがとうございます。